それでは本日最後の演者の皆さんを紹介いたします。港ジャズクラブの皆さんです。港ジャズクラブは港区在住在勤の音楽好きが集まって結成した社会人バンドで、結成から12年目、港区を拠点に活動していますがですね、バンマスが隣の日野市在住で、バンマスどなたなんでしょうね、日野市在住で、立川でも音楽イベントがあるぞと勧めて、今回初めてこの立川一帯音楽祭りに参加させていただきました。短い間ですが演奏を楽しんでもらえればと思います。それでは一帯祭り恒例のタオル回し、タオルない方は腕を回してお願いします。MJC と申します。立川は今回初めて出演させていただくんですけれども、まあ、初めてでね、こう鳥を、まあ、特に鳥だからないっていうことはないかもしれないですけど、最後
締めさせてもらうように、みんなで頑張って演奏しますので、短い間ですけれどもよろしくお願いいたします。最初にお送りした曲は、A Wonderful Day Like Today というね、今日すごいなんか、まあ、快晴ではないんですけどね、雨も降らずに、ちょっと前まではね、なんか雨の予報になってて、危ないかななんて思ったんですけれども、雨は大丈夫そうで、本当に、まあ、いい天気になってよかったなっていう感じです。ソリスト紹介します。オンアルトサックス、宮澤マリナ。次にお送りする曲は、Love is here to stay という曲です。最初にフルーゲルホルンにフューチャーして、しっとりと聴かせたいと思います。よろしくお願いします。
はい、Love is here to stay という曲でした。ソリスト紹介します。オンフリューゲルホルン、沖津元介。オンアルトサックス、宮沢まりな。テナサックス、井原優子です。はい、次にお送りする曲はですね、まあ、これはすごく有名な曲で、皆さんも知らないという方はほぼいないんじゃないかという、有名な、曲ですけれどもね、このアレンジがすごくかっこいいので、また聴いていただきたいと思います。 My Favorite Things。
がいいフェイバリットシングルでした。ソリスト紹介します。オン・アルソス宮川マリア。もうなんか今回ね、今回やる曲で1曲吹かないだけであとは全部入っているというね、もう素晴らしい。オン・トランペット江島和歌子。次にお送りする曲はですね、ウェザーリポートっていう曲なんですけど、ウェザーリポートっていう有名なバンドがあってですね、そのバンドの曲ではないんですけれども、まあ、ちょっとそういう、なんですか、ふーというか、まあ、そういうなんかこう、オマージュというなんか、で作られた。
ソリストは寺田津井原優子です。次にお送りする曲はですね、これはブルーロンドアラタークというトルコ風ブルーロンドって日本語だとそう書いてあるんですけど、ちょっとその意味がね、トルコ風ブルーロンドってなんだっていう話なんですけど、調べてみたんですけどちょっとよくわからなくて、ここで特に説明するあれもないんですけどちょっと言ってみました。いやすごく、ね、いろいろと複雑な曲で、変拍子のなんかとても大変な曲なんですけどね、これを皆さんの人前で演奏するのはもしかして初めてですね、はい、初披露でございますので、お聴きください。ブルーロンドアラタック。
ソリストを紹介します。音楽作宮沢まりな。はい、とうとうん、はい、あと1曲で、お別れとなってしまいました。最後を締めるにふさわしい、すごい盛り上がる曲になってますので、お聴きいただきたいと思いますが、これが最後の曲なんで最初にソリストを、紹介しておきたいと思います。アルトサックス宮沢まりな、オンギター清水博之、そしてやっぱりねこの曲にはなくてはならない、ソロという感じではないんですけど、でもいつもソロみたいなもんですよね。はい、オンパーカッション赤羽和則。ではお聴きください。ザ・ジャズポリス。
港ジャズクラブの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。立川一帯音楽祭りですが、公式のスポンサーなどおらず、市民の方のボランティアによって開催されています。スタッフが看板の箱を持って皆様のところへ参りますので、運営協力金をよろしくお願いいたします。